はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは第4週目の、えー、反転事業に関するビデオの中のさらに4つ目です。えー、このビデオでは、えー、反転事業に必要なツールについてお話しします。えー、反転事業の動画を作る、えー、ツールとしては、えー、ルームというのがあります。あともう一つ Windows だけでもできます。ちょっとここに書くのを忘れてしまいました。すいません。はい。えー、最初にルームなんですけれども、 えー、ルームっていうのはですね、まさに私が今使っているこの、えー、ツールがルームです。ここに私の顔がありますよね。で、こうやって、えー、動かしたりすることができます。はい。えー、これがルームです。はい。で、えー、っと、うん、あのー、これはですね、Google Chrome のための拡張機能なので、えー クロームというブラウザーさえ持っていれば誰でも使うことができます。つまり Windows でも Mac でも Chromebook でも使えるわけですね。ちなみに私は Chromebook というパソコンです。このリンクをクリックすると、この拡張機能を入れることができます。無料です、もちろんね。で、これは録画するだけではなくて、動画をですね、オンラインでそのまま共有できるんですね。なので、これもとても便利なところだと思います。 で、えー、無料版は5分までなんですけど、でも教育機関の場合は、えー、無料でも長く使うことができます。はい。<laughs> で、えー、でも私は5分だけで使っています。えー、なんでかというと、最近マイクロラーニングといってですね、とても忙しい人が、えー、こういうビデオを見るのには、あの、5分ぐらいがいいというふうに言われているからですね。はい。興味がある人はこれをクリックをしてみてください。 はい。で、使い方ですけど、えー、ここにですね、あの、えー、紫色の花のようなものがあります。これが、えー、ルームのアイコンですね。これをこうやってクリックすると、こういう形で、えー、ここに、あの、えー、一つの画面が出てきます。そして、こちらの方にも、えー、こういうメニューが出てくるわけですね。で、ここのスタートレコーディングというのを押すと、えー、次にこういう画面が出てくるんですね。で、えー、最初はこの Your Entire Screen。 これを選ぶといいと思います。で、この真ん中をカチッとクリックして、その後このシェアのボタンを押します。あれはい。そうすると321というふうに、えー、秒読みが始まります。で、秒読みが始まって、えー、あのー、<laughs> 0になったら録画が始まります。はい。今このように、えー、ここに見えてると思いますけど、えー、ここですね。はい。残りの時間が見えるので、それで、えー、あと何分、何秒話せるのか、 知ることができますね。はい。で、えー、終わるときには、あの、えっ、ー、とですね、すいません、下のバッテン、あ、すいません、赤いバッテンは、えー、何か間違ったときに、えー、キャンセルするときに使いますね。緑色のチェックボタンが、えー、録画が終わったときに使うものです。はい。えー、それからこういうふうにですね、え画面のサイズ、画面というか自分のあの顔のサイズを変えることもできます。この下の、 えー、丸のサイズが3つありますよね。それで、えー、変えることができます。今は一番、あの、この右側に見えてるここのところは、み、あの、一番小さい、えー、サイズですね。はい。うん。で、えー、ルームの他に、えー、あの、まあ、ルームが使えない場合はですね、Windows 10のショートカットキーもありますので、これもとても便利です。えー、もう何も、あの、インストールとかしなくていいんですね。Windows 10があったら、キーボードの Windows キーと、 Alt キーと R キーを一緒に押すんです。それだけで画面が録画されるようになります。詳しいことはこのリンクを開くともっと詳しいことが書いてあります。ただ、この場合は録画するだけなので、そのままではシェアすることができません。ですから、YouTube などにアップロードする必要があるわけですね。はい。以上で私からの話は終わりです。 このスライドのリンクはビットリースラッシュの TTCB44A ですね。はい。今回もいろんなリンクがありますから、ぜひ、このスライドを開いて、えー、リンクも開いてみてください。はい。このビデオの中に知らない言葉があったら、暗記、クイズレッド、メモライズなどに、えー、記録しておいて、後で復習をしてください。はい。それではこれで終わりにします。えー、録画を終了するときは、ここの緑色のチェックボタンですね。はい。はい。それでは、さよなら。